魔法少女特殊戦アスカは、深見誠原作、国よる生後作が、田村直也軍事設定協力による日本の漫画作品。月刊ビッグガンガンにて、2015年ボリューム07から2021年、ボリューム03まで連載。人間界が異世界知名界の進行に遭い、別の異世界精霊界各国の軍事同盟である、精霊環境条約機構の軍事支援を受けて、誕生した。 魔法少女たちの活躍により、地名界を撃退した対戦ディストニア戦争から3年が経っていた。しかし、人間界は平和になったわけではない。異世界との接触は、ディストニア戦争を戦い生き残った魔法少女以外にも、魔女や魔術師を生み出し、人間界はそれらを取り込んだ新たな軍事バランスが生じている。ディストニア戦争を生き残った。 魔法少女伝説の5人の面々もそういう状況とは無縁ではいられず、自国の軍隊に所属するなどしている。オートリー・アスカはマジカルファイブのリーダーだったが、ディス・アスとの戦いに精神的に疲弊し、戦後は引退状態となっていた。しかし、高校の友人羽田さや子が目の前でテロリストの襲撃に巻き込まれ、イヤーなしに魔法少女として戦うことになる。 戦いの後も魔法少女として戦うことに消極的だったアスカだがディストニアと結びついたテロ組織バベル旅団の暗躍により同じマジカル5である夢幻くるみや高校の友人牧野のゾみら身近な人間が巻き込まれるようになりギフイーズカに誘われていた陸上自衛隊特殊作戦群の魔法少女特殊戦、開発部隊 M 班への参加を決意する 自衛隊那覇中トン地にて人間界と精霊環境条約機構との間で異世界貿易会議第6回 WTO に世界間多角的貿易会議が開催されることになる。那覇中トン地には世界でもこことコペンハーゲンにしかない人間界と精霊界を常時接続する定期次元位相郷が設置されている。アスカとクルミは 学校の臨海学校の名目で沖縄に日本側の警備要員として派遣され、そこでアメリカ側の警備要員である米軍のミアサイラス国連魔術アンポリカン士団オブザーバーとして派遣されたロシア軍のタマラ・ボルコワの二人のマジカルファイブと再会する。一方、バベル旅団はこの会議を狙って暗躍し、その過程で現地な派で新しい魔法少女として ヨナミネチサトを招き入れていた。精霊環境条約機構側の中心国家メリピコのタビラ将軍が人間界に到着したタイミングで、ブリッジへの直接攻撃と那覇市内への陽動攻撃を仕掛け、警備側のマジカル5の分断が図られる。ブリッジの機能停止まで行われたビラ将軍の精霊界への避難が阻止されたため、襲撃の目的をタビラ将軍と判断した。 人間側は多大な犠牲を出したものの過労じてタビラ将軍を死守する。しかし、バベル旅団の目的は、タビラ将軍ではなく、将軍が持ち込んだ新開発のマジックアイテムだった。学校が夏休みの最中、エムハンの招集がかかる。ウクライナで、新郎派とバベル旅団が手を組んで活動している情報を入手し、エムハンでバベル旅団を打倒する作戦が発動される。 日本はアメリカと共同で作戦にあたり、アスカたちはミアラと現地で合流する。しかし、そこでもたらされたのは、マジカル5のタマラとラウペーペーが、バベル旅団と手を組んでいるという事実だった。アスカたちは二人には何か深い事情があることを信じて、接触し、説得を試みるが、結果的に戦闘状態に突入する。ペーペーは、バベル旅団の別動隊である。 ロシアンマフィア狼男に人質を取られていたが、日本の外事警察や、地サトラの活躍による人質の身柄確保の方を聞いて、戦闘を放棄し、不利になったタマラは逃走する。一方、バベル旅団の目的は、対戦中、ロシア政府によって秘密裏に開発された、魔法生物兵器図面への回収だった。別動隊だったミアにより図面への所在を発見された、バベル旅団は、 図名の回収を諦めて覚醒させ、制御データ回収や生態サンプル、研究データの入手に主眼を移す。ペーペーを迎え入れたアスカ、クルミ、ミアラ4人の魔法少女たちは、対戦時の敵幹部クラスもしくはそれ以上の力を持つ、図名を辛くも倒す。3年前の対戦以前から活動する魔法少女を第一世代魔法少女とし、 その中で対戦を生き抜いた5人を伝説の5人と作品内の世界では称する。魔法少女や魔術傭兵を多数有してロシアを拠点に活動するテロ組織。世界を作り変えるという目的でバベルの図書館という詳細不明の組織が設立され、その先兵としてバベル旅団が活動しており大量破壊少女の開発を計画している。ロシア軍とも結託して、 非合法活動を行っている。ロシアンマフィア狼男は別動隊。2019年1月から3月まで毎日放送。アニメイズム b に枠他にて放送された。インターネットではアマゾンプライムビデオにてテレビ放送に先駆けて配信。オートリーアスカ役の須崎彩と、 夢みなもとくるみ役の関根明義による、ウェブラジオ、魔法少女特殊戦はスカインメイドキッサミトヤが2019年1月17日から4月4日まで、オット・イズミにて毎週木曜に配信。オット・イズミプレミアム会員限定コーナーでは、須崎がネットレビュー風に毎回の配信を評価している。ありがとうございます。